ローランド・サクスターローランド・サクスターはアメリカ合衆国の金類学者である。マサチューセッツ州のニュートンビルに生まれた。母親は巧妙な詩人のセリア・サクスターである。1883年にハーバード大学医学部に入学するがすぐに植物学に興味を持った。インカ植物を専門とする植物学者のファーローの元で学び、サクスターが昆虫にも興味を持ち、 蝶の標本を集めていたことからファーローに昆虫に寄生する菌類を研究テーマにすることを勧められた農業試験場で植物病理学の仕事をした後1891年にハーバード大学に戻りインカ植物の助教授となり1901年に教授となった1919年にファーローが没するとハーバード大学のファーロー標本館の 名誉館朝食を引き継いだ。南アフリカやトリニダードで調査旅行を行い、1907年から学術誌、アナルズ・オブ・ボタニーの編集を行った。1921年に、スウェーデン科学アカデミーの外国人会員に選ばれた、ほか、内外の学会の会員に選ばれた。死のう金門の菌類の俗名、サクステリアなどに、懸命されている。サックスドは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ローランド・サクスターを示すのに使われる。ありがとうございます。